はいこんにちは大竹誠です今日は4月の25日火曜日今日のパートナーははいこんにちは小島恵子ですはい私の横にはこんにちは部下大さん砂山慶太郎ですそして火曜日ははい武田佐哲ですよろしくお願いしますはいお願いします,します、えー、ちょっと肌寒い日がね、えー、続いてますね朝はねうんそんな感じですけども、えー、これから天気が慶太郎君 ちょっと定期把握してなかったです、また例のスマホで検索を始めましたね。あしが,が雨とか言ってましたけどね、そんな感じに崩れていくというふうにちょっと聞いてますけども、うん、さて、先週は確かあの私の無駄話から始まって、死者誤入殺人事件、ねうん、私、鳴子殺人事件って言ってましたけど、うん、正式には死者誤入殺人事件。昔ご出演されたたドラマ私が大変苦労したっていう 話をしたんですけど、ええ、あちこちちょっと記憶違いもあったみたいな話なんですけど、うん、やっぱり佐鉄さんがどうもそれが気になったらしくていや<の>そううななんですよ <laughs> どうなりましたいや死者誤入殺人事件っていうのはそもそもどういう殺人事件なのかなと思って、はい、気になって僕はもう帰りに本屋さん行って井上房さんの、まあ、文庫がね、うん、割と数年前に新しく 出てたんでそれを買ってですね読んでその時に大竹さんが自分が犯人だということを言ってたんでその読み進めてあどうせこいつ犯人なんだなっていうふうに思いながら読み進めてたんですけどそううい簡単なな話でではかったすねどうなってましたどうなってたってこれ結論を言ってもいいのかなっていうところはありますけどだから僕はだから大竹さんはラジオを通じてもう一回回騙したんだと思って。 実は本当はもう一展開あるんだけどそういうことにはしないと先週ラストにいので自分が犯人だと知らなかったとお話しされてましね。知らなかったんですそこまでのお話をしたんですけあもう一展開もう一展開ってでもこれはもうずいぶん前の本だからそれでもいろいろ。 これから読みたい人がいるからとかっていうので、気を使った方がいいのかな。どうなんでしょう。ねどうなんだろう。わかんない。どうなんだろう。何十年も前の本なんですけど。私はその死者誤入殺人事件が。の死者誤入が。ずっとわからなくてですね。なんでなんだろうっての、をさっき佐つさんにざっくり説明してもらったけど、やっぱりよくわからなかったです。でも、それだから、先週の時点で、大竹さん、これ。もう一回、リスナーなり読者を騙そうと思ったってことではないんですね。あの。 ただのボボケケ老人い自陣がボケてて <laughs>、ええ、だから鮮明<気>なまだらボケっていうか鮮明なのがその苦労したシーンが2シーンあって大変だったっていうのと最後は、ええ、あの僕が犯人だってことが分かってからは、うん、なんかそれでも。 エンディングがとても和やかだったなっていうだけは、記憶に残ってるんですよ。あ、その記憶はもう間違いじゃないですね。間違いじゃないんです。和やかなんだ、殺人事件なの。にそうなんです。最後ね。気になる。死者誤入っていう言葉が。関係あることなと思ったんですよね。そうですね。あそこでなるほど。なんあ、ただそこはあの、まあ、ね、読む方もいるから、あの。 ちょっと話せないかもしれないんだけど、うん、最初の方の一つは中村雅俊さんと忠徐が村に来るんだけど、うん、村には何にもないと、うん、しかも橋かなんか壊れるんですよねだから豪雨でね豪雨で橋が壊れて橋が壊れて、えー、だからもう戻れないと戻れないというところから、うん その村人たちの、そうなんですよ。当時の当時やっぱり作家さんって、今よりもすごくこうヒエラルキーが高くて。作家さんがわざわざこの東北かな、田舎町に来てくれたと。で、もう退屈させちゃいけないと。だから、どんなにそういう嵐が来ようとも、まあ、そこで作家さんたちが退屈すると大変だっていうんで。いろいろなことをしなくちゃいけない。だから、お竹さんずっと喋ってたんだ。そいや、それもそうなん。そうだし。 で俺僕の記憶では、はい、もう最後まで俺は村の助役みたいな役でずっとやってると、うん、ずっと思い込んで一生懸命やってたのが、うん、最後の本の手前ぐらいの時に「うん、まあ犯人だ」と言われて、うんうん、それで俺が驚いたっていう、うんうん、話は確かなんですよ。その後にもう一度展開ね、ええええ そこからの記憶が途絶えて最後穏やかに終わったということだけが分かってる。<laughs> なんか穏やかになんか <laughs> あのー、ごなんか、えーあのー、いろんなお餅を、うん、なんだっけ きなこ餅だとか安倍川餅だとかいろんなものがでそれ食べながら終わったような気がすると気がするという。演じた人に言うのもなんですけど正解ですよ。正解ってことはそれ穏やかなね。本はそうかじゃあその原作井上久さんの本をこう脚本に起こした時に結構。 正確ににん,ん,、ねね、んですね通、うん、通りりな結構だって先週大竹さんから聞いてたのはバスの中での喋りがりが豪雨の中のバスにしなくちゃいけないから水が足りないからそこでまあセリフ間違えられなかったっこととあとその旅館なんかにこう連れてきた時にやたらと接待するから。 もうビール飲みまくって、ガバガバになると、その二つのシーンも、はっきりありました。あ、そう。間違って、間違って、そこは間違って。ななんなら、その豪雨のバスのシーンから始まりますよ。お連れするところから。あのドラマは。ええ、そこから始まってましたか。だから、その撮影順番は分かんないですけど。本はそこから始まって。本はそこから始まっすね。いやだ、これ、また売れますね、この本がね。いやいや、これ。気になるでしょこれ。ビールを注ぎながら、相当長台詞はあったんです。ありましたね。あったでしょう。読まされたところだと思って。へー だそのやっぱ気分を、うんうん、で作家さんをこう「いやどどもどうもどうも」ってところ途切れなく。途切れなく あっちの気分良くさせなきゃいけない、ね。なくちゃいけないっていう井上喜久子さん。うん、井上喜久子さん、ね、井上喜久子さんの文庫版で出てるそうですよ、皆さん。死者ごじ殺人事件。ね、その和やかなあの、うん、ぼあのきなこ餅を食べる前のシーンをねぜひ。あ<れ><非>まあ後日なんだけど、その後なんかまあ俺はまああんまり気負じゃない役者役者まあお仕事いただいてまあちょこちょこ当時いただいて嬉しかったんですけど、この回だけは。 あの普終わったらドラマでも何でも終わってねパーってみんないなくなっちゃったり終わってなんか「またね」みたいなことになるんだけどこのドラマの時はね総田一平さんっていう役者さんが出てたのねでこれおりおわりさん役かなそれで石丸健次郎っていうのはこうやっぱし出ててそれであと何,何がいたのかな終わってあのー 釣りでも行くかっていう話になって2回ぐらい一緒に釣りに行った記憶があるんですその役者仲間とそんなこと俺やったことないからこういうのでんか役者の人たちってつながりがんか仲良くなってたりするんだなと思いながらそれ撮影のあと改めて行ったんですにね 忙しいのにみんな休みを合わせていらしたわけですね。そういう仲間はいませんかんかラジオとかテレビつながってて終わってからもうずっとつながってるみたいなことは小島さんは。しばらくありましたかね最近はでもむしろ共演したことはないけれどなんつながりのある同じ業界の人とかっていうのが増えてきたかな。なるほどままああこの ちょっと消化不良のの感じままでもほらよくテレビで2時間ドラマでねサスペンスってあるじゃないですかああいうのってこう大体見てるともう1時間20分ぐらいに出てきたこいつが犯人だなっていう感じわかるじゃないですか大体そのドラマのランクでいうと5番目4番目ぐらいの人が怪しいぞっていう感じになるんですけど最初の名前出てきた時にねちょっと感じて進んでいくとあ途中で もう大体ラテランで分かるっていう人もいるからですからね大体こいつ犯人だろうっていうこの,あの死者棒にはそうではなかっただよ、ね、そうそこがやっぱポイントですね<ー>だからそういうある種二、うんうん、時間ドラマ的でいうとそこの現地にいる課長さんなんかいかにもじゃないですかポジションとしては。うんうん そうじゃないってところポイントですよかった三哲さんがちょっとね大竹さんの記憶を確かめる記憶をたどる旅と本に対するんか興味がそこまでなるねやっぱしねでもやっぱり撮影好きですねそういう追求していくことをねなんかこれんかこう 途中で面倒がるってすいやいやまたけどま昧な記憶があれば言っていただければえっと実はねだってこれも記憶が曖昧なんですけどとか言い始めそういやでもね記憶は曖昧になるよね人と向かい話してても同じ出来事があったとでももう全然俺と佐伯茂では記憶が違ってたりしますからねどっちが正解か確かめる人がいないいない どっちも言い張るんですけどね。結論が出ないっていう形がよくありますけどね。いんなこと考えると犯罪捜査なんてだから冤罪とかになるわけですよね。そうだね。うん。うん。そういうことになって。どでしょう。いろんな証言重ねていくけど、本当にそうかどうか分かんないもんね。あの高田純次があれだよ。三億円殺あの。 皇太事件の犯人の捜査線上に浮かんだことあるんだよ。え、マジですか？え、超不か国領にあいつ住んでたから、それで、で、あの、テレ新聞に出てたあのパなんてのヘルメットかぶったモーター注射、モーター注射写真、あれが結構二枚目。は

当時広まってたんじゃないかなこの話大体あの辺出身でキリッとした顔でっていう代表を書くなんですかね <laughs>、うん、あのお二人がさてまた興味を何かまた調べ物がねちょ, <laughs> ちょっとまた興味を沸かしてしまいました,うた本できるよこ、ね、れ、うん、ど,どういう仕事なんだろう大竹さんの記憶を確かめる、うん、<laughs> そこで主人はね確か、うん 捜査線上に上がったってなんか、うん、そん、ゆ、言ってたよ。まあ、うちの父親も、まあ、東山都市という、まあ、多摩地方に住んでましたから、まあ、実家がそうなんですけど。あの辺の、まあ、なんとなく、その感じに似た人っていうのは。まあ、捜査線上に上がったとは言わなきゃ、やっぱり相当、こう、チェックされたみたいなことは。聞いたことありますけどね。でも、あの事件。未解決。未解決ですからね。本当にね。未解決なんだよ、だから。有名なのに。 ねえどこかに、うん、どこかに犯人はいるという、うん、あれ3億円もで出てきてない出てきてないよねジョラルミンケースにね、うんうん、あんな大きいのを取って。 よくそう、まあ、とんでもない犯罪だけどね。気になりまこれねあの、毎週やって、えー、大竹誠の裏を取るっていうね、単行本になりますから、佐哲 <laughs> さんの新しい単行本。<laughs> 写真が一つ上がってるんですけど代々木公園で開催中の「東京レインボープライド」で NHK の「レインボードーも君と日テレの「にじもに遭遇にもに遭遇写真が並んでますけどこれはこっちはこっちは NHK の方の。四角いね四角い怪獣メーターどーもくんが虹色になってるバージョンと。 あとあのニジモっていうね日テレの鶏のワトめいたあのキャラクターがまた虹色になってるニジモっていうのが言うんですけど、うんうんうん、このブースをこう散策したんですかお仕事だったんですかあいやいや個人的にプラッと行ったんですけど、うん、えっと4月の2223でね、はい、あの開かれていた、うんうん、もうね15年以上やってんのかな、はい、え東京レインボープライドっていうまあイベントがありまして。うん LGBTQ の人たちと一緒にみんなが安心して生きていけるように怖い思いをしたり差別されたりする人がいないようにそういう社会にしようねっていうことでねこ盛り上げるイベントをずっと毎年やっててちょっとコロナ禍で規模を縮小してたんですけど今年はコロナ前以上の大盛況になってね。ていろのな企業は更新でももう。 たくささんのが参加なれててっそうですね23日に行われた毎年恒例のパレードにもたくさんの方私ちょっと仕事とかぶって行けなかったんですけどでもメディアの初めて今年初めてメディアで働く人たちあるいはメディアに出てる人たちの有志のグループもねそのパレードに初めて参加して160人以上お なんかあの参加ししたたとかっていうのは聞きましたけどね、はい、こういう運動が多くて多くの方が参加してるんですけど、えー、LGBT 理解増進法案っていう,う今の増進という形の法案になりつつあるっていうことですよねケタ君、はいまあ、今話題に出た「東京レインボープライド2023」のパレードにも出演された来日中のマーク・タカの下院議員が、うんうんうん 東京都内で毎日新聞のインタビューに応じています、まあ、それが記事になっているんですが、はいうん、LGBT 法案理解じゃ弱いと、まあ、こういう見出しなんですが、うん、今国会への提出が検討されている LGBT 理解増進法案について性的少数者への差別禁止や同性婚を認めるなど実質的な法的保護が含まれなければ意味はないと指摘していると、まあ、このマーク・高野さんはちなみに日系3世 カリフォルニア州選出の議員なんですが非白人の連邦議員として初めて同性愛者であることを公表した議員ですでこの高野さんは世論調査の,これ日,本のです、ね、日本の世論調査の結果は性的少数者に対する日本国民の理解がすでに高いレベルに達していることを示しているさらにどれほどの教育が必要なのかと理解増進を謳う法案に疑問を呈したと。 そして、弱い立法は政府として何もしたくないと言っていることに等しいと日本政府に積極的な対応を求めたとありますはい、えー、そういうことで、えー、っとこれに関してですね性的少数者の攻撃に熱心だろうと。えー 小木江さんが分析しています、はいまあ、これはあの旧統一教会に対してなんですが、うん、性的少数者の攻撃に熱心と性的少数者の権利擁護に反対する 教団の活動をどう見るのか、うん、性的少数者をめぐる問題に詳しい評論家の荻上千毅さんに話を聞いたとこちらも毎日新聞なんですが性的少数者に対して攻撃的な宗教団体は複数存在しますが旧統一教会は最も熱心な団体ですと。でまあ、いろんな 旧統一教会のほかにも性の多様性に否定的な教義を持つ宗教はありますが時代に合わせて信者に教えなくなったり世俗化してマイルドに解釈したりする団体もありますしかし旧統一教会は政治家へのロビー活動を展開したり世界日報などの関連メディアを通じて世論形成を図ろうとしたりするなどむしろ社会を変えようと積極的に行動してきたのが特徴ですと。で旧統一教会をめぐっては 献金被害や宗教2世の虐待などが広く知られるようになりましたがそれらに比べると性的少数者に対するバッシングの問題が認知されている手応えはありません性的少数者を否定するような主張が保守的な人々の考えに加え特定の宗教的価値観と結びついていることもあまり知られていないのではないでしょうかと。 たくさん増え今はいろんなエンターテインメント業界とか芸能界でも、うん、まあ本当にまあ音楽の世界映画の世界でも、はい、まあこういった当事者の方たちがどん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 声を上げて、うん、でそれをこう受け止める人たちも、うん、あこういう現状があるんだとかこういうふうに変わっていかなくちゃいけないんだってことを、うん、まあ理解してってるからこそっりそういうふうに人数どんどん広がってってると思うんですよね。その一一方でこの一切その歩みを 止めるというかそこから一歩前に進もうとしないっていうのがその政治であり、はいまあ、このちきさんがね書いている、うんまあ、そういった特定の宗教団体であったりでそこが一致団結こうスクラムを組んでまさに動かさないようにしてるっていう現状があるわけですよね。うん、そう考えると、まあ、今回この、ね、この番組でも何度も議論してますけれども、はい、この理解増進法でさえ、うんえー、それを認めようとしないっていうのは本当にその。 世の中の流れそしてその当事者の方たち、まあ、苦しんでいる方たち、うん、まあようやく声を上げられるようになってきた方たち、まあ、そういう人たちの声をまだ聞こうとしないのかっていうことを、まあ、これは本当に繰り返し何度も言う必要があるなというふうに思いますリンボーパレードには稲田朋美さんですとか、うん、あと、まあ、あと他にも参加してたあの国会議員とかね町、うん、議員とかいるんですけど、うん、でもだったらやっぱり差別を禁止するべきっていうふうに、うんうん 国会議員なんだったらう、ね、言うべきだと思うんですよね、うん、なんか理解増進で差別に関しては盛り込みません、うん、でも、うん、ハッピープライドを応援してますっていう態度って、うん、ん欺瞞だなって私は思ってしまったんですねそこに参加したいっていう、ねうん、意思を示すのはもちろん、うん、いろんなこうあの善意から、うんえー、参加している、まあ 政治家ももいるかもしれませんけどでもやっぱり結果として、うんえー、差別に関する文言がその法律からまあ除外されたり、うんはい、差別禁止という言葉を使った法律の制定に、うん、あの本気で取り組もうとしないっていう、うん、あのそっちがやっぱり本音を表してると思うんですよだからなんかそういうパレードとかこ企業も同じなんですけど。 パレードとかそういう賑うやかな盛りり上ががのイベントがいいよね応援してるよっていう雰囲気の演出だけでなんかむしろごまかすことに、うん、偽装に使われてしまうことにもなりかねないのでやっぱり<ー>あの、まあ、このねさっき記事にあったマーク高野さんは、うん、もうこの方は本当にもう。あのうん あの草分けの方ですから日本にはもうこれ以上教育は必要ないつまりもうみんなよく分かってるとだからそのあの政治家が邪魔をするなっておっしゃりたいシーンはもちろん分かるんですけどでも 私は、うん、とまだまだやっぱり学ぶことって必要だと思っていてなんでこんなにレインボーパレードが盛り上がってるのかなんでハッピープライドってこんなにみんなが言い始めたのかなんかいいじゃんだって LGBT も友達だよねどまりではなくてそこで深刻な人権侵害が行われていて差別が起きていて命を絶つまで追い詰められる人たちがいるんだから差別を絶対に禁止しなくちゃいけないんだってことまで知った上でやっぱりイベント二三加 援したりして欲していいなと思いましたそうです、ね、あのましてやこの5月には G7 の会議が、うん、しかも日本はね主催国議長国ですよねそれが行われる中で日本だけ1週も2週も遅れてるという形のまんまこう開かれちゃうわけですよね。 それはやっぱりもうなんかこう理解増進法みたいな,なんかなんかちょっとなんかうやむや感のあるものよりかもっときっぱりとそっちにかじを切らないとまあその議長国もちゃんと務まれるのかという心配がありますよね、うんまあ、まさにね小島さんがさっきおっしゃってた、うん、その稲田朋美さんはじめ、まあ、その自民党の中にもね、うん、そういう考えの人がいますよっていうことがそれが PR に ただ使わわれていいちゃけけないわけですよねこういう考えもあるよあ、そうなんだ、うん、自民党のもいろいろあるんだ、うん、で終わりではなくて本来それだけ政治家ってのは一人一人大きな権限を持ってるわけですからその稲田さんなりが党に持ち帰って、うんはい、で党に持ち帰ったら周りはこんなものを認めたくないよっていう人たちがたくさんいるわけですよね。その人たちに対して、うん、当然だけど 同じ権限を持ってるわけで、言う、いうことができるわけじゃないですか。バレードのバネだって言えると思うんですよね。ね一緒に差別禁止法を制定さ、うん、制定しましょうって。ね、うん、成立させましょう。党に持ち帰って、考え方変えるように、こう議論しますからというふうにいうことが。できるお立場なわけですもんね。うん、はい。パフォーマンスに終わるようには。 見られたくないでしょうね、ご本人もね。そう思うんですよ。稲田さんだってあのもちろんあの LGBT の当事者の方々とかなりあの交流を持ってね。稲田さんなりにあの思いを持って関わってることは私もいろんな人から聞いてますけれども。でもであればこそああいう場ではやっぱりはっきり差別禁止ってことを言って欲しかったなって。はい、わかりました。さあここまでですか。もう少しいけますか。まだ。 まだ何も言ってないってことですね。はい、何も言ってないってこところま,まだオープニングの一環の流れです、ね。はい。毛田 <laughs>、はい、お願いします。はい、うんえー。こちらまあ統一地方選後半戦も終わりましたが。うんうん いいろいろ今後女性議員も増えましたとかいろんなニュースもあるんですがその中でこちら、朝日ですねデジタル版ですが維新の地方議員首都圏でも急増トップ当選続出他党に広がる動揺とあります日本維新の会が首都圏でも勢いを見せた23日に投票された市区町村議会選挙の結果維新は東京都内の地方議員数を従来の22から73人に急増させた。 統一小選では神奈川県などでも勢力が大きく伸びた。争った他党からは大阪の党だと思っていたがと慎重ぶりに驚きの声が漏れたとあります。朝日新聞の集計では都内の当選者のうち49人が上位3分の1以内の得票順。議員選があった都内41区のうち新宿区や世田谷区、武蔵野市など11区で 日本維新の会の、まあ、議員が1位当選し江戸川区では維新の新顔が1位と2位を占めたとあります、うん、神奈川県内では改選前の2議席が25議席に埼玉県内では0から5議席に増えたと、うんえー、千葉県浦安市でも、まあ、1位当選東京都台東区でも維新の議員が1位と3位当選となっています。まあ、どうしてこんなにこう維新が伸びたのかと、えー 朝日新聞のオピニオンページなんですが、はいえー、統一地方選維新の風、まあ、その中で、えー、ノンフィクション作家の松本一さんという方がこういうことを書いていらっしゃいます。町に変化普通の人が支持と えー、私は今回の選挙の直後に普通の人々が維新を支持しているという現実を見るべきだとツイッターに投稿しましたとこの2年ほどさまざまな維新支持者にじっくりと話を聞いてきました、うん、私自身は維新を支持しませんが彼らが支持する理由を聞くと普通に理解できるんですと、えー、1990年代後半から2000年代の大阪は経済が低迷していました市役所では職員の不祥事が頻発しバブル期の過剰投資で第三セクターが次々に破綻。 大阪の現状に危機感を覚え、この街を立て直したいと思った。普通の人たちが維新を支持したのです。私自身は維新の政策や政治、不法、メディアとの関係に危うさを感じています。しかし、圧倒的多数に支持されているのは、彼らの政策や主張に魅力と説得力があるからで、その現実は認めるべきです、えー、大阪の多くには。多くの大阪の多くの人には？ 多くの人には維新が行政を握ってから街が明るくなった実感がある都市再開発が進み天王寺公園や大阪城公園もきれいになりコロナ前はインバウンドでにぎわった必ずしも維新の功績ではないものもありますが目に見えるポジティブな変化が現に起きていることで評価されていると思いますと書いています。なるほどはい そして東京新聞、こちら一面でした東京の女性区長倍増とあります。うん、まあ今まで東京23区の区長3人が女性だったんですが今回の統一地方選で3人さらに増えてまあ倍増したというんですね。うんえー、さらにははは杉杉並並区区議会では男性上回ると書いていてます杉並区はこれ 区議会議員の数ですけど女性が24人当選し男性の23人を上回ったとそして武蔵野市の当選者は男女同数となったとあります、うんまあ、さらにはこれ全国で見ると女性主義最多1457人22%とあります。 えーまあ、全国の,この女性の市議会議員選挙ですね。うん、で、千四百五十七人の女性議員が当選して、まあ、これが過去最多で、改選定数に占める割合は二十二点。零パーセントで、過去最高だったと思います。うん、ま,あまだこう全体としては少ないんですけど、うん、まあ今回は非常に伸びたと言えるのではないか、ということが書いてあります。そして、こちら、東京新聞ですね、えー、一面の。 左上の方に載ってましたが未来を奪わないでクルド人の改正入管法を廃棄を訴えております外国人の収容・送還に関するルールを見直す入管難民法改正案の国会審議が進む中日本で生まれ育ちながら在留資格がないクルド人の子どもたちの支援団体が 昨日国会内で集会を開き子どもたちは私たちの夢や将来を奪わないでほしいと廃棄を求めたとあります高校2年生の女の子はずっと日本で暮らし大学進学したいと勉強している突然法律が変わり帰れと言われても言葉もわからないし納得できないとさらには保護者として参加した男性は、まあ、保険証がいわゆる持てない状態なんですが保護者として参加した男性43歳は長女の治療費に5年間で800万円かかったといい返済に苦労していると語った え主催した支援者の方は、どの国籍だろうが子どもはすべて宝、子どもたちが苦しむ国には未来がないと、法案撤回を呼びかけたとあります、はい以上でよろしいですか、はいえー、佐藤さんはどの辺から気になっていますか、はいまあ、この維新の件で、ね、うん、このノンフィクション作家の松本はじむさんのコメントを紹介してましたけど、うん、まあ僕、松本さんとはね何度もお会いして、いろんなお話してきたことがあるんですけども。うんはい ここもあの大阪に年に12回こう行って書店でイベントなんかするんですけどまあそうするとまあ割とそこにはこう「いや維新なんて」っていう思ってらっしゃるお客さんがたくさんいてその方たちと話すことがあるんですけどまあその方たちがおっしゃるのはよくその東京の人たちがまあ維新をこう批判する時になんか大阪のテレビ局とかラジオ局がものすごいそういう 一色に染まっててそれでこうちょっと洗脳されてるんじゃないかとかそういう情報以外しか取れなくなってるんじゃないかっていうふうにすぐ言うんだけどまあそれは確か一面としてはその通りでまあそこに危うさは感じるけれどもでもそ,のそれをもちろん見て聞いてそれでよしと思ってるからこそそれがずっと続くわけじゃないですかその形っていうのは。だからそのことも考えなくちゃいけないですよということを言っていてこれがまさにその松本さんの言う。 ここを考えなくちゃいけないぞという風にはねすごくこの原稿を読んで納得したんですけどでもその松本さんがこの原稿の後半でまあその維新の魔問題点の一つとしてまあそのいわゆるこうマッチョだと非常にこう男性優位的な考え方が多いんじゃないか例えば今回も馬場代表が24時間選挙のことを考えて実行できる女性の人は少ないというふうに言って。 はい、物議を醸したりここには書いてないですけど去年の参院選ではこれ,これも馬場さんでしたけれどもある議員に対してあの候補者に対してあまりにも可愛いので名前を間違えましたっていうふうに言ってまあ議論あの物議を醸したってこともあったんですけれどもまあそういう意味ではその,その後にあったニュースのねまああの東京の,あの首長でまあ女性が増えましたよとで候補者も増えて当選者も増えましたよっていうところを考えるとまあこのもしかしたらこの維新の弱点というのかまだ こうできてないところっていうのはこういったジェンダーに対する考え方というところはあるかもしれないですけれどもじゃあそれがまたこ,うこれから次に選挙になった時にまあそれこそどういうふうに見せていくのかそれもまたさっきの話に戻るとまあ小島さんがその稲戸さんに対して言ったようなそのま,ずいまずはイメージを整えてみるみたいなところにとどまるだけになってはいけないしっていうまあこの辺り本当になんか なんかあの今回のそのね、うんえー、じゃ東京都で言うと各政党が立てた候補者のジェンダーバランスを見てみると、うん、これあの拘束力はないんですけど一応法律がねできて政治分野における男女共同参画。 え推進法ってまあ候補者男女均等法って言ったりしますけどまあ候補者立てる時は男女半々にしましょうねとでまあ議会も男女半々になることを目指しましょうっていうふうにあのなってきてるんですけどじゃ今回どうだったのかっていうのを見るとですねあの5割を超えた女性候補がいたえ政党っていうのはまあまあちなみに都議会に議席を持っている政党に限って見てみるとですね今回のえ区議選区長選では でも一番えっ、ー、と,あ,、えー、とあれか、えー、と生活者ネットでは、えー、97.4%が女性議員だったんですけど、うん、あ女性候補者だったんですけど、うん、えとそのほかだと共産が42.6立憲民主が41.4、うんえー、で都民ファーストが36.1、うん、でですね、えー 一心がだからやっぱり自民公民公明が、うん、そのなんかこうまさかこんなことがとかって言ってる理由の一つにジェンダーがあるんじゃないのってことにもっとあの自覚的になった方がいいんじゃないかなっていうのは あの思いますねそれから維新が今探査スさんがおっしゃったようにジェンダーという観点で見ると維新は決してそのえと従来がの政治を大きく変えるっていうあの態度ではないわけですよねだからそこはやっぱりあの他の政策があの仮に自分にとって魅力的であったとしても今はあのどんな政党であってもジェンダーに関してちゃんとあの。 ジェンダー平等を、ね、実現しようとしているかというのは必須条件なので、うんはい、そこは見てほしいいなと思います女性議員の人数がこれだけになったっていうのがこんなに大きく話題にな,ならないで、うん、もう普通に、うんね、男の人も女の人もいろんな人が、ねうんまあ、場所によっても女の人が多くても構わないしそういう人たちが立候補するみたいなのが記事にならないくらい普通になって。 欲しいですよね,ね<ー>、うん、それが一つとあとこのまあそのマッチョな感じっていうのとお維新が役に立したのはねマッチョな感じを持ってるっていうのともう一つやっぱりなんか IR?IR、うん、IR はあの賛成なんだよね確か。 まあ結果的にそれ先週もね話しましたけど、まあ、そこまでこう選挙では議論なにあってなかったんだけれども、まあ、終わった後にまに結果を見てこれ OK っていうことだと思っておりますっていうふうに言って、まあ、その後国も認定しているということなんで、まあ、そこはいろんなお金の問題とかいろんなさまざまな問題出てきてますから、はいまあ、そのまま。 といいう感じにすすぐななるとは思えでけまあで一つ思うのはこういうイベントでなんかね経済がどんどん活性化するみたいなことは、うん、もうそんなに大きく起こらないんじゃないかなっていうふうに思ってるのが一つともう一つはそのまあいう みたいなことで経済どどれほど出るかって一つの統計ではもう外国人がここに来るのは3割で残り7割は日本人だっていう話まで出てて、うん、でそういうのをやるのかっていうのもやっぱちょっと俺は疑問に思ってるとこがあるんだけどね、うん、さあ今日も始めましょう。